皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは経営数字に追われないようにするコツは数字を追うことということについてお伝えしてみたいと思います。皆さんが教室経営をしていく上でですね、月の目標値っていうのは定めていたりとかするタイプの方でしょうか。私は会社員だった頃が営業部の部長、事業部長だったこともあって、自分の数字はもちろんなんですけど、プレイングマネージャーでしたので、自分の数字を追いかけて、かつ部下の数字も見て、グループとして数字を達成するっていう係数管理もやっていた、部長職をやっていたんですね。ですから会社員だった頃に数字を追いかける、要は売上数字を達成するっていうことが当たり前のようにやらなくてはいけない部署の人間だったということはあるんです。過去の状態で。まずただそこからですね、独立をして自分が自分でやっていくのはもちろんやってたんですけれども、コンサルになった時ですね、教室の先生といろいろ話をして、日々の目標ももちろんそうなんですけど、月の目標も立ててない人があまりにも多くて衝撃を受けたっていうのが最初の頃でした。今はだいぶ慣れましたけどね。先生はぼんやり、なんか会社員と同じぐらい稼げたらいいと思ってとかいう人とか、パートと同じぐらい手取りがあればいいかなと思ってとかいう方多いんですけど、じゃあ今どれぐらいなんですかっていうと、正確にはわからないんですけどとかね、いう方とか、あといくら月使ってるかよく分かってない、経費でですよっていう方もいらっしゃったりとかして、おなあ、もうズルズルザルザルですねっていうのを聞いてて思った記憶があるんですね。で、今は少し、そういったところを意識する先生も増えてきていて、企業塾とかにね行かれるような方とかもいらっしゃるから、そういう数字の話とかも当然言われるから、追いかけるようになっただろうなっていうところはあるんですけれども、とはいえですね、ちゃんとこの毎月を見ている先生って少ないなっていうのを思っていて、もちろん年間っていう数字がそこの先にはあるんですけど、ですのでそのあたりのですね、ちょっと係数管理的な数字のお話をですね、ちょっと今日は取り上げてお話をしてみたいなというふうに思っているのが今日の内容でございます。はい、ということで、じゃあまずね、内容をお伝えしていくんですけれども、目標数字ってどう言えばいいのかな、基本達成するためにあるんですよ。一言で言ってしまうと。だから、例えば今月30万、やりたいなと思ったとしたら、30万達成するために活動を考える必要があるんですよね。数字を追いかけるっていう意味では。で、これ達成できない人ってやらないから、その最後のね踏ん張りとか聞かせらんないから、今月もなんかいかなかったなって、考えるだけまだマシなんですけど、大概合わせに行こうっていう人じゃない限りは数字うまくいかないケースが多いんですよ。で、これっていうのはなりでどうにかなるものじゃなくて、ちゃんと計画的に組み込んで、でそれに対して活動するっていう形にしていく、要は数字を追うっていうことをする人は追われないんですよ。で、追わない人には行かなかった行かなかった行かなかった、はい、年間も行きませんでした、今年もダメでしたっていう結果が残って、追われるみたいな状態になるっていう傾向があるんですね。だから数字を追う人っていうのは結局追われないから、追った方がいいんですよ、数字って。ある程度で、この時に出てくるのが、いや、私はやりたいことをやって楽しくって教室授業をやってるのに、そんな経営とか数字とか全くそんなのを追いかけるつもりもありません、苦しくなっちゃう、心が苦しくなっちゃうという人もいるんですが、こういう人はですね、追いかけない方がいいんです。ということは、だから仕事にしなきゃいいっていうだけの話 で趣味にしたらいいんです。で、趣味っていうのはよく私言ってるんですけど、赤字になってもいいんですよ、趣味だから。はい、はっきり言って、私サックスとかやってますけど、仕事にももちろんパーティーのね余興でやったりとかしますけど、
赤字ですからね、基本的に。買ったね、その本体とかだって別に1本でいいじゃないですか、本来は。だけど2本これスペアで持っとこうみたいな感じ、2本とかね、そういうので100万とか使っちゃうわけですよ。でちょこちょこ備品とか、あと想像以上にメンテナンスにお金かかりますね。あのちょっと音が狂ってくるなとか、息吹き込みにくくなったなっていうとメンテナンス出すと1万とか2万とかですし、今度こういうあれがいいかもとかいうちょっとパーツつけたりすると、もうここら辺はもう男の人のガンダムプラモデル領域かなっていうぐらいにちょこちょこお金かかってます。なんでもうここら辺はね、私はそれで食べてるわけじゃないので、趣味の領域だから赤字垂れ流しで全然 OK っていう領域にしてます。例えば練習とかだって川でやる時もあれば、川でやれない気候の時とかはやっぱカラオケ屋行きますから、カラオケ屋行って、車でね、行きます。その運ぶためにチャリンコを乗せるとキーが傷んじゃうから、でそうすると駐車場代とカラオケ代とかっていうのかかるわけですよ、1回練習するごとに。っていうことも好きでやってるから、趣味だからいいんです、それは。で教室も楽しいからやってるんですって言って数字追っかけるの嫌ですっていう方は、どちらかというと趣味領域に置いとけばいいわけであって、でなのにそういう人に限って、いや私自立してちゃんと稼いでるっていう自分でいたくって、家にもお金を入れたいんですっていう方もいらっしゃるんで、だからそういう人は数字追ってくださいっていうことなんですよ。だけど苦手なんです、嫌いです、数字領収書とかも怖くってパンドラの箱に入れて開けられないですとかいう、なんか怪しい箱とか持ってる人いますよね。本当に箱に入れてる人見たことありますからね、カパッとか言って、すっごい領収書の束ですね、これ、あの毎月ちゃんと分けてるんですか、いや確定申告の前にザザッとやるだけですとか言ってね、いや毎月の収支見ましょうよみたいな、まあそういう方とかもね多いんですよ。だからある程度利益を残して前に進んでいくことをするっていうことが、例えば家族旅行に行きたいとか、なんか自分のねやりたいことをやるのにお金使うために貯めても構わないですよ。だけど原資作らないことにはどうしようもないから、その大きなベースの基盤になるのは数字をちゃんと帳尻合わせていくっていうことで、でこれが追うことになります。でじゃあ追うってどういうことになるんですけど、追うっていうのはイコール計画を作り計画を達成するということになります。ということは一番大きな計画はまず年間があって、で月間があって、で月間の中の習慣があって日があるみたいな感じなんですよ。でこれ物販だとめっちゃシビアに追ってますよ、毎日の売上高とかね追うんですけど、教室業はせいぜいいいですよ、1ヶ月単位で、まあ、1週間でもいいですけど、とにかく年間から作っていくっていう感じなんですよね。でその時にこの金額を自分が欲しいなと思ったら、どういうふうにしてそれを組み込めるかっていう大きな年間の枠の中で見て、あ足りないなと思ったら、口座をどっかで立てないととか、新しく何か今持ってるものをリニューアルするとか、何かと組み合わせて新しい価値のものを作るとかっていうことをこのあたりにやろうって言ったら、準備がここからになるよねっていう逆算でやって、これをうまく組み合わせてその通り遂行していって、あ目標達成したっていう、これが割とこう健全な経営のイメージなんですよね。でその基盤になるのはデータです。やっぱりこういうことをすればこんな売上が立つとか、こういうことをするとこれぐらいの出費が出ていくとか、そういうのを把握して計画を作っていく必要があるんですね。でここには当然時間の換算も必要になってきます。要は時給、自分の時給をいくらで考えてますかっていう世界で、時間は費やすのに売り上げが上がらないものは、大きな売り上げを上げたい時には整理しなくちゃいけない内容になってくるケースがあります。楽しいからやってますっていうのをやっててもいいんですよ。だって全部が苦しいものばっかりだとね、せっかく何のためにやってるか分かんないじゃないですか。でもある程度稼ぎたいっていうふうにもしも思うと、仕事の内容とか仕事のクオリティとか、外に向けて発表するものっていうのもある程度ちゃんとしてるものになってくると責任伴うので、
まあ、それなりに頑張らないといけないものになっちゃうケースが多いんですよ、教室業の場合特に。だからそれをやるってもしも決めるんだったら、やっぱりやるためのしっかりした準備をやらなくてはいけないということになるので、時間管理もまあ必須にはなってきます、なってくるんですけど、そういったいろいろ細々したものをですね、調整をしながら毎月できてるかできてないかって言って成長していくのが割と正しい成長の仕方っていう感じですかね。私のクライアントさんとかもうまくいってる人はこれが大体もう数年目になると当たり前のようにできてきていて、そのサイクルが2巡目になるともう一段上の自分で振る舞うようにするために何をやるべきか、1段目はもう自分が精一杯なんですよ。2段目とかになると育成、人を育成したり、より他の人にお役に立てる時間を作って自分がそれを提供するとか、そういうことができる状態になっていくので、まあ社会貢献っていうとすごく大きくなってしまうんですけれども、その領域にだんだんこうなっていくと自分のね心も満たされる領域になっていくので、まあまず自分の自分の中でのやるべきこと、やるべき数字をしっかりこなしていくっていうのが、まあまず第一段階だなというふうに感じています。だから第一段階目をしっかりやりこなすためにはもう数字必須なんですよ。でたまたま私がデータと数字を割と重んじる方なので、女性のコンサルにしてはですよ、 SNS とかそういったこう発信とか共感っていうことももちろん大事にするんですけど、ベースになるベタベタのところはもう数字です、はっきり言って、うん、データと数字で、それをきちんと可視化しながら前に進んでいくと着実に集客量も上がるし、結局集客がうまくいかない時ってデータからまず見ますからね。でそのデータ分析から次にやるべきことっていうのを考えたりしていく感じになるので、数字見れない人って結構経営やる上では致命的なんですよ。だから苦手とか言ってないで、とりあえずトライしてみる、やってみるっていうことも必要なのかなというふうに思います。だから数字を追うっていうのは端的に言ってしまうと時間管理も関わってくるし、そもそも目標設定とそれに合わせた、戦略を組む、であと戦術、どんなツールを使って頑張るか、戦略と戦術、この両方ちゃんとできるっていうことが必要になってくると、最終的にどうなるかっていうと、時間もできてお金もできて好きな人とだけ仕事ができてやりたいことができるようになるっていう状態。だから集客は、まあ、私もやりますよ、やるんだけれども、なんていうのかな、集客そのものをその時に頑張るっていうよりは、普段から例えばこうやって皆さんに発信するではするじゃないですか。でそれによって私という人間像と、あと考え方で、私というコンサルがいいなと、相性がいいなというふうに思う方から問い合わせが来る。でその方とお話をして、私が必要であればお助けするということでコンサル契約が成り立ったりとか、まあ講座の契約が成り立っているので、その無理にバッと集めたりとか私はしないので、いいペースでできているから、まあ、自動集客っていう状態に近いんですけど、まあたまにはイベント的にね集めたりすることありますけど、日々のお客様に関してはほぼほぼ LINE 見ました、メルマガ見ましたのポロッとしたその人のタイミングでお問い合わせが来たりとかして、それを決めてるだけで、まあ大体の人数回ってますっていう状態に今はなってます。最初の頃はねちゃんと数字を追いかけてました、はい、だからその領域に行くまでは頑張ると、あとは楽さが待ってるよっていうことなんですね。でこれが SNS 頼りでとにかく発信ばっかりして、仕組みとして動かさない教室運営、もちろん数字を追うっていうこともやらない場合には、いくらやってもいくらやっても終わりがない、うん、で疲れて疲れて、まあ、私のところにご相談いらっしゃる方もいらっしゃるんですけど、行動の方向性が間違ってると成果が出ないと、あと1個の成果で5個の成果を出すとかっていう考え方を持ってないと、そういう動きができないことになってしまいます。
ですから、そういった行動活動を修正したり未来を予測するのも数字見てるとだいたい予測できます、はい、だからそのあたりでね、数字ともっと仲良くなってほしいなと思い、今日はそんなお話をしてみました。ということでまとめに入りたいと思います。教室経営数字に、ごめんなさい、教室経営数字に追われないようにするコツは数字を追うことで、そのための具体的な手法としては、きちんとした目標を立てる一つ目ですね。で、二つ目はその目標に沿って行動計画をきちんと作りデータを追う。で、三つ目は戦略と戦術を分ける。戦略というのは計画とか概要、どういうふうに動いていくべきかっていう仕組みを考えることで、戦術っていうのは SNS を使ったりとか実際のツールを使って活動していく。このあたりがですね、上手にできると、まあ皆さんがおそらく理想としているし、私もそれを推奨している自動集客っていうものが成り立っていくようになるので、かなり心にも余裕ができるし、いろんなやりたいことが全て叶っていくようになると思いますので、そんな思考もぜひ手に入れてみてください。ということで頑張っていきましょう。それでは。